い、こんにちは、シネモータースです。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介させていただきますのは川崎ゼファー750ブルータイガーのご紹介です。こちらですね、一番の特徴としてはですね、やはり森脇さんのモナカ缶装備となってます。そして足回りにはですね、バックステップ装備ですね。そして細かいところもですね、加算ポイントございます。早速ですね、ご紹介の方させていただきます。はい、まずフロント周りです。ヘッドライトはマルチリフレクターですね。 LED バルブ装備となってます。夜間も明るく走行していただけます。ウィンカーはですね、小型のものにカスタム済みです。レンズ割りなどももちろんございません。フロントフォークに大きなにじみや漏れ、こういったものもない状態です。ブレーキ補正はですね、メッシュホースを採用しております。フロントフェンダーもですね、大きな点灯傷割れ、こういったものももちろんございません。フロントホイール周りですね、純正シルバーホイール、大きなガリ傷も上がりございません。アウターもですね、白サビなど出てないですね。綺麗な状態となってます。はい、エンジン周りです。エンジンはですね、純正ブラックエンジンです。ヘッドからのオイルにじみ、各種オイル漏れ等ももちろんございません。キャブレターカーのガソリン漏れ、こういったものもない状態となっております。ポイントカバー、クラッチカバー等に大きな点灯傷などもない状態ですね。エンジンスライダーも装備しております。オイルクーラー、アルミのものにカスタム済みとなってますね。メインフレーム等に大きなサビ腐食出てないですね。年代を感じさせない形となってますね。サイドカバー割れ、こういったものももちろんございません。そしてシルバーのバックステップ装備ですね。そしてマフラーです。森脇のモナカ缶ですね。後ほど音の方はご紹介させていただきます。リア周りです。スイングアームですね、大きな点灯傷、こういったものももちろんございません。キャリパー固着などもない状態となっております。リアホイールもですね、純正シルバーホイールです。大きなガリ傷も上がり、もちろんございません。テール周りです。フェンダーレスキットですね。すっきりとした仕上がりとなってます。シートです。前後ろともに大きな切れは破れ、もちろんございません。フロントの方ですね、少しあんこ抜いてます。足つきのいい状態ですね。タンクです。ブルータイガー、大きな点灯傷、へこみ、こういったものもない状態となってますね。ではタンク内です。はい、大きなサビや腐食もちろんございません。ハンドルですね、少し 2,3 センチぐらいですかね、セットバックさせてますね。街乗りなどでね、こういった時には非常に乗りやすい、モデルとなってますね。ではエンジン始動していきます。はい、じゃあ吹き上がりいきます。ぜひですね、こちら非常に希少価値の高いパーツを、装備している1台となってます。とてもおすすめの1台です。皆様のお問い合わせお待ちしております。